ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画という劇団で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷理子です。KBS 京都、 RNC ラジオ、 CBC ラジオ、お聞きの皆さん、お元気ですか元気じゃないですかね。元気がなくともね、ラジオね、ゆっくり聞いてくださいよ。今日は癒していきますよ、リコちゃん、よろしくお願いしますよ。大丈夫ですか、ね、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか、大丈夫ですか。30分かけてちょっと確認したいと思います。お願いいたします、はい。どうですか、リコちゃんは、ここのところの感じは。ここのところね、私ちょっと初体験したんですけど、うん、初体験を披露してくれるの、何、ラフティングってしたことあります？ラフティングがちょっとね、何ラフティング、ラフティングどういうのをイメージしたらいいの？川をゴムボートで下る遊び、うん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 、いやもうめちゃくちゃ楽しかったんですよ。どこでやんの？どこでやってきたの？あのね、京都でやったんで。京都でやったの？京都は保津川っていう、まあ京都駅から30分ぐらいですかね、うん、のところ、うん、まあまあ、RNC、うん、ラジオ聞いてる人は、うん、吉野川、徳島県の吉野川、うん、名古屋の放送聞いてる人は、うん、岐阜県の木曽川まで行っていただけたらラフティングできます、うんうん、あ、スポットがあるんだ。はい、どこも、うん、まあ、電車で1時間かかんないぐらいで行けます。ちょっとね、うん、本当に体験してほしい。冬もできるんですよ、うん、ウェットスーツ着て。できない、寒いでしょ。ウェットスーツ着て寒くないんですよ。京都の冬なめんなって。本当に、まあ、でも確かに夏の方が楽しいとは思うんですよ、うん、水着着て、うん、T シャツ着て、うん、ライフジャケット着て、うん、短パン履いて、あ、着込むね、ずいぶん。うん、それがもう後で聞いてくるんですよ。こう川を、まあ、うん、こうゴムボートと、まあ、オール持って自分でちょっと漕ぎながら、うん、まあ、でも一つのボートにこうインストラクターのお兄さんが絶対一人ついて、うん、こう操縦してくれてるんで、うん、まあ、安全なんですけど、うんうん、それがこう穏やかなコースもあれば、こう激流のコースもあるわけで、うん、私は激流のコースを行ったんですよ。あなた初体初体験でしょ。そう、初体験で行ったの。そこもうね、うん、うひゃーってなりますよ、本当に。平気なの？そういうのめっちゃ楽しいんですよ、うん、ジェットコースター好きなら好きですね。あ、はい、で途中で、うん、なんかまあ川に入って、うん、またライフジャケット着てるんで、うん、プカって浮かぶんですね、うん、でこうラッコみたいにこうひたすら川流されるっていう時間があったり、それはボートに乗ってないでもプカーってこう流される時間があったり、うん、途中でこう飛び込みのスポットがあったりして、うん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 、ずっと楽しいんですよ。いやもう僕流されて、あのそのラフティングのボートがひっくり返って、はいはいはい、もう溺れて。溺れないんですよ。溺れない。それは浮くから。浮くから。絶対浮くんです。私、うん、泳げないんですよ。あ、そうなの。泳げないですってちゃんと正直に言ってるんですけど、うん、大丈夫、うん。でもさ、その濁流に飲まれて。飲まれません。飲まれない。それはライフジャケット。ライフジャケット着てるから。でもよ。岩がゴツゴツあるじゃん。岩はゴツゴツありますよ。でしょ、そこにバーンつって。そんな急じゃないんですよ、流れが。別に流れが急じゃないとこで下ろしてくれるんです、うん、あ、そう。プカプカ、なんだろうって思いながらね、あ、流される川に、川流される。ちょっと諸行無常を感じるみたいな感じですか。本当にね、もう、うん、見渡せば木々と青い空と鳥がチュンチュン、うん、うんうんうん、もうね。でも流され続けるじゃん、ちょっと気をつけないとさ。あ、でもそれはちゃんとお兄さんこっち来てとか、こう、うん、オール持ってこう。俺すっげえ臆病なんだね。全部確認してんじゃん、もう、はい、もう全部ネガティブなことしか言ってないけど。でも本当にね、うん、落ちても大丈夫だったんですよ。落ちることをやったら、あのお兄さんが言うなって思ってたんですね、うんうん、だから本当に落ちても本当に大丈夫だったんですよね、うん、ってか落ちます絶対。落ちんの、はい、ボートあの180度ひっくり返るの。そんなことはあんまりないらしいですけど。ないんだ、うん、なんかその日は、うん、あの前の日がすごい雨で、うん、はい、水かさが増してたんですよ。ダメだ、禁止でしょ。増してる方がラフティング日和らしいんですよ、うん、そうなの。水の量が増えてる方が楽しい、うん、あ、そう。でもすごいいい日に当たってね、うん、もうほんとにね。でももう飛び込みのスポットでもういっぱい人がいるんで、うん、躊躇したらアウトなんですよ。1,2,3で絶対飛び込んでねって言って、うん、お兄さんが横で1,2,3ってずっと数えてるんですよ、うん、そこ次々人々が飛び込んでいくって。う、うんうん、怖かった。それは飛び込んでるわけじゃないんだ。飛び込みました。リコちゃん行くね、うん、いやもうね、うん、水が耳に入って、うん、
ルは。いやだ、もう無理、謎の傷が足にできるわ。うん、ダメじゃん。でもね、楽しいんですよ、本当に。なんかでも、耳抜きってあるじゃないですか、水を、はいはいはい、あれがとんでもなく下手なんだなっていうのが分かりましたね。何度も耳に入ってくんだ。うん、3日ぐらいずっと水入ってました。チャプチャプ言ってた。チャプチャプってかブーンってすくる。やばいなって思ったんですけど、でも、うん、それでもまた行きたい。車行きたいですね。毎年行きたいと思いました。あ、もうリコちゃんそういうレジャーとかに興味のない子だと思った。あ、全然なかったんですよ。で、半ばまあ、と思って、誘われたの。誘われるまま行って。そうです。でも、まあ行きたい行きたいって言って誘われたら行きたい行きたいって言って行ったんですけど、まあ、そんなにアウトドアじゃないんですね、私は。ね。家でゴロゴロしてたい。でも行ったら楽しい。あ、そう。楽しい。そっか。なんかね、ネパール人の方がね、インストラクターさんで多くて、その人はもう本当にプロなんですよ。あ、ね、あ、海外の方なの？ネパールってラフティングの本拠地なんですって。世界大会とかネパールが優勝常連してるらしくって、うん、あ、そう。そうなんですよ。すごい体ですよ。何をしたぞ、まあ、ラフティングか、そんな体になるんだっていう。あ、ラフティングで結構そういう体格も良くなったりする、はい、もうね、インストラクターの兄さんが6人乗ってるゴムボート1人でこう、バーってこう操縦するんですね。かっこいい。すごい水かけてくるんですよ、ウェーっつって、もうね、すんまへんすんまへんってネパール人が言ってくるんですよ。それがまたね、なんかちょっとほっこりしてね、ちょっとした国際交流みたいな感じになったりして。そうです、そうです、いいんですよね。やってるね。なんか夏楽しんだみたいだ ね、どうやら。本当に楽しかったです ね、びっくりしました。あ、そうやってアウトドアの趣味見つけるっていいね。いいです。いや、もう本当今聞いてて、もうあんまり僕もそうネガティブで、絶対そういうところでね、自分を狭めてたなって思って聞いてたら。行きましょう、ラフティング、ね、行った方がいいね。冬場もいいんでしょ、行って。冬場もウェットスーツ着れば濡れないですし、寒くないですしね。そういうことでしょ、はい、ぜひ。ネパール男子とも仲良くなる。ネパール男子がもう水かけてくれるんで、ね、いや、ちょっとこれはありがとう、いや、そういった体験のお裾分けをいただきましたんで、どっかでやってみたいと思います。ぜひに行ってください、とても楽しいね。はい、はい、じゃあお便り行ってみますか。ちょっとね、心配なの。心配なお便り来るの、ちょっとね、来てるんですけど。どんな。ラジオネーム、ミトンさんからいただきました。ミトンさん、はい、中野さん、リコちゃん、こんばんは。こんばんは。ヨーロッパの本公演に初めて連れてった友達が東京に引っ越したのですが、自分より行きたい舞台に行きまくってて悔しい毎日です。リコちゃんにメロメロだってキャっていうことで、はい、私はリコちゃんの声に癒されてますって、ここまでまあいいんですよ、ね、はいはいはい、問題は次からですね、最近好きな人と別れを告げたのですが、どうしたら良いですか。酔っ払っててごめんなさい。これも本文まま読みました、はいはい、最近好きな人と別れを告げたのですが、どうしたら良いですか。酔っ払っててごめんなさい、はい、そういう。いや、いい距離感のお便りが来たね。来ましたよ。いいですよ、本当に。お酒片手にね、お酒片手にね、メール書いてくれてね、いや、別れを告げた。別れ、これだから別れよって言った側なのかな、違うの、どっちだろうね。好きな人と別れを告げた、好きな人に別れを告げた、まあ、どうしたら良いですかってことだから、ちょっと辛い今、辛いんですね、時間をね、ちょっと、このメールでちょっと無理に明るい感じを装ってる感じもするんですよね、ちょっと文面からね。飲まずにいられない状況っていうことはもう確かですから。そうですね、別れて、どうしたらいいの、こんな別れた後って。どうしたら良いですか。あ、まあ、人生のすごく大恋愛の大失恋で、どうしたらいいか、とにかくメソメソ僕は泣きましたよね。で、歌をいっぱい聴きましたね、ミスターチルドレンとかね、聴きましたね。まあ、とにかくそういうのに、そういう感じでどんどん、なんていうかね、自分を慰めるみたいな時間は、なんか、まあ、今振り返ったら、まあ、そういう時しかできなかったからよかったかなみたいなことはあったんですけど、でももうね、その別れがあった後にもう僕はなんかね、人生を一回ガチッと仕事にシフトするみたいな、なんか一個の覚悟ができて、それはなんか今振り返ってもよかったなって。まず僕、炊飯器を捨てるっていうね、もう炊事をしないみたいな、もう料理しないみたいな、もう俺仕事に生きるみたいな、
で布団敷かない、布団も捨てましたよ。うん、なんか追い込んだんですよ、なんか。うん。何追い込んでるでしょ。追い込んでるでしょ。え？なんかちょっと衣食住のなんかね、一番、いや今思えばどうかしてたっていう面もあるけど、はい、なんか自分で自分のケツを叩くっていうアグレッシブな自分になれたから、僕はその大失恋はなんかすごく良かったなと思って、そんな目で見る今。布団と炊飯器を捨てるのがアグレッシブな。そうよ、だからもう寝る間も惜しんで、仕事が寝なかったんですか。あの寝たけどもうダミンをしないっていう宣言。ゴロゴロしちゃう。そうで布団を捨てるっていう、うん、クレイジーですね。クレイジー、そうそうそう、まあ、クレイジーな、まあね、年月はありましたよ、20代の。なるほど、うん、そう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 、うん、まあ、じゃあこの今の瞬間だって、うん、振り返ってみれば、うん、いやいいと思いますよ。とにかく今の状況を楽しんだ方がいいな。じゃあミトンさんには長野さんとしては、うん、布団と炊飯器を捨てろっていうアドバイス。そうね、今すごいある意味次の自分の人生のあの年表の色が変わる瞬間だからガツンと何かをあの変えるっていうタイミングではあります。何かを変えろと、はいはい、変えられるチャンスだぞ、うん、っていうことですね。 それはあの、なるほどなるほど。どうリコちゃんどうなんですか。そこは私はでも振られ、うん、なんか振られたりね、振られたりして、うん、そんなに引きずらないですかね、うん、引きずらない、うん、引きずらない。でもさあーってなるじゃん。あーってなっ、振られたってなるじゃん、うん、なりますね、うん、でもその直後で次の日の朝、同じ朝じゃなかったでしょ、目覚めた朝は。いや寝たら、でも母が、お母さんが、うん、あの元気を出して歌ってくれました。あ、じゃあ振られた、まあ、失恋したんだよみたいなことはお母さんに伝えたんだ、言ったら歌ってくれました、うん、元気を出して、元気を出してっていう歌がね。誰の歌？薬師丸ひろ子さんが歌ってるんですけどね、竹内まりやさんかな、作詞作曲で。あ、はい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 、それはね、歌ってもらった。だからこの歌をじゃあミトンさんに私は捧げます。まあ歌を聴くっていうことで、はい、じゃあね、あ、そうですね、うん、まああとお母さんに伝えたっていうのはなんか一個リコちゃんを救ってくれたっていうかね。そうですね、美味しいご飯も食べさせてくれ、美味しいご飯も出てきたんでしょ、歌だけじゃなくて。あ、だから次の日の朝ケロッとしてたんですかね。そう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 、うん、そうだな、多分でしょ。ご飯食べてよく寝る、うん、お風呂入って寝る、うん、うん、そうね、布団は睡眠、お布団いります、ご飯炊飯器もいります、いります。そうね、まあ、どっちを取るかはミトンさんのね、うん、その判断にお任せしますけれども、うん、うん、でもいや、これは素敵な経験だと僕は逆に、うん、思いますよ。それは他人事として言ってるわけじゃないですよ。もう振り返ってみてそうね思ったことですからね。うん、うん、そうそうそう。そうですね。うん、でも、うん、そのまあ笑い話にもいつかできるっていうところは、うん、まあ僕はこのミトンさんがお便りくれたっていうところ、このつながりに感謝してます。というわけでね、はい、ラジオドラマメインコンテンツのラジオドラマいっちゃおうかなと思ってますよ。はい、今月はね、1枚の絵画から妄想を膨らませてドラマを作るシリーズ、妄想アート入門、こちら中村きみ先生によるラジオドラマなんですけれども、はい、まあ絵画、名画ね、ピカソだとか、うんうんうん、ルノワールだとか、ね、はい、ルソーだとか、そういった人たちの残した絵画、本当にある絵画、名画をもとにラジオドラマ作ってます。で今週はですね、はい、あ、パブロ・ピカソ来た、もうピカソですよね。ピカソですね。タイトルは、海辺を駆ける二人の女という絵画、わかりますかね。これ女性二人が、ね、生き生きと海辺ビーチを駆け抜けてる躍動感あふれる絵です。う、ね、もう手をつないで女子がね、もう半ば胸をはだけさせながらあらわにしてね、バーッと駆け抜けていってる、あの有名な、まあ、生命力あふれる、そうそうそう、だからもう青の時代の作品とも違う、まあ、ゲルニカみたいなね、あの戦争の悲惨さみたいなものを、ね、描いたものとまた違う魅力のあるで、生き生きとした、ね、そう、開放感あふれる名作、この絵画をもとに中村君先生はどんな
ラジオドラマを書いてくれてるんでしょうか。タイトルはアビーチです。それでは開演いたします。灼熱の太陽、輝くフレア、熱い砂浜、買ったばかりの水着姿の私たち。ふう、どこに行くかって、もちろんビーチである。もちろんの夏といえばのビーチである。気温は体温超え、こんな日はビーチ、何につけても夏はビーチだ。ねえ、本当にこの辺なの？そうなんですよ。でもうすぐなんですよ、この Google マップ。あ、電池切れた。ソース顔好きの集うサークルの後輩のリンコからの、濃い男をサマーエディション狩りにビーチ行きましょうよとの誘いに乗り、来ては見たものの、あるけどもあるけども砂、砂、砂ばかりだ。にしてもこの砂浜のパウダー感パナくないっすか？これってさ、砂漠なんじゃないの？焼きそば、焼きそば、ビーチといえば焼きそば、いかがね。先輩先輩、焼きそばっすよ、うちらのソウルフード。あ、ください。いや、口の中パサパサすぎるから、焼きそばよりの喉乾いた。飲み物ならこの先のビーチのそばで売っとるでな。てかビーチどこなのマジで。いや、すぐそこすぐそこ。男の指さす方向に私たちは歩き始めた。アネッサ忘れてきた。先輩、時代はアンチ美白っすよ。日焼け肌でこなれ夏、いい女っす。てかよく焼きそば食べれるね、この状況で。で、ほらこれ、ナショジオに出てくるトカゲじゃん。やば、砂漠でしょ、これ完全に砂漠。もう先輩、ネイバーまとめに書いてあったんですよ、この辺りに濃い男がいるビーチがあるって。任せてください、リンコそういうの外さない女なんで。浮き輪いかがね、ビーチといえば浮き輪。いるいる、泳げないから。パラソルはいかがね、ビーチといえばパラソル。いるいる、熱中症予防。かき氷、ゴーグル、ココナッツカクテル、ラジオからサザン。いやー、夏といえばビーチですよね。皆様もう行かれましたか？白い砂浜、青い海に青い、はあはあ、もうダメかも。え、ちょっとリンコ、しっかりして。やっぱりうちら砂漠にいるんですかね。畜生、見つけてやる、こうなったら何が何でも言ってやる。ビーチ行くよリンコ、ほら。先輩、わかりました。行きましょう。ビーチで夏の濃い男ゲット。パラソルを刺して、ゴーグルをして、水着姿で私たちは歩いた。どこまで行っても砂ばかりだ。カンカンの太陽が私たちの肌を褐色に染めてゆく。それから、私たちは何日、いや、何年歩いただろうか。とうとうパラソルを剥がして衣服にし、サングラス代わりにゴーグルをし、昼夜問わず歩き続けた。もう、お疲れた。先輩、先輩、まだダメです。まだ濃い男ゲットしてないじゃないですか。何のために3階で水着買ったんすか。え、あなたは？ん？スレーム、スレームコン。目の前にタオルを巻いた山田孝之、いや、阿部寛、ワイルド系ソース顔濃い男とラクダ。あ、私死ぬのか。レ・アファム。What? No, 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 English. イレ・エヘンレメツ・エレメン・ファデラック。え？何？ラクダに乗れ、町に連れてってやるって。私たちはアラビア風山田孝之のラクダに乗って町へと向かうことになった。ねえ、
アラビア風高雪。町までどのくらい？ Not too far. どんな町？何があるの？ There is a beach. ビーチ。そうだ、ビーチだ。私たちはついにビーチへ行くのだ。灼熱の太陽、輝くフレア、熱い砂浜、ちょっとお風呂の水着姿の私たち、憧れのソース顔イケメン。私たちの夏はまだ始まったばかりだ。はい、聞いていただきましたね、妄想アート入門。こちら、パブロ・ピカソ、海辺を駆ける二人の女をモチーフに作られたラジオドラマ、ア・ビーチでした。キャストの紹介いたします。主人公の夏美は藤谷莉子さん演じていただきました、はい、そして友達の凛子はパク・ヒャンシルさん、そして売店のおっさん、出てきましたね、中川春樹さん演じてもらいました。そしてラジオ DJ は伊勢村啓太、そして最後に出てきた高雪と呼ばれている、アラビア男、は私永野宗則が演じさせてもらいました、いかがだったでしょうかね。はい、いや僕もまさかね、あの開放感のある絵からこんなに砂漠をさまよう話を書くとは思わなかったですよ、ね、長野さんっぽいですけどね、ちょっとだからちょっとねこれ不条理劇というか、ね、まいつまでもどこまでも歩き続けてずっと砂漠っていう、でもそのビーチを求めに行くっていうね、全く海の気配感じないね、この渇望した感じっていうのは、はい、うん、絶対なかなかこうリアルには作れないですからね、これちょっと。そうですね、まあ、このピカソに挑んだんでしょうね、先生は、中村君先生は。ラジオ返して、ラジオ返して、うん、やっぱそういう意気込みを感じましたよ僕は。でも、うん、本当にこれ聞いてからこの絵を見ると、うん、この二人が本当にね、うん、そういう不条理なね、うん、世界にいるような感じにも見えてくるんですよね、うん、なんかさっきはカラッとして生命力に満ち溢れてみたいな感じで見てましたけど、うん、ね、そうですね、だからラジオドラマを通すとまた絵が違う風に見えてくるっていう、これは、うん、ね、えだから絵とワンセットで完成っていうところで、ね、ぜひ皆様パブロ・ピカソの海辺をかける2人の女、こちらも、はい、見てみてください、はい、じゃあこの余韻に浸りながら、名言酒場に向かいましょう。はい、マスター、いやちょっと長野さん1個だけ先言っていいですか、名言の前に、長野さんね、こう、うん、ラジオドラマが終わった後にキャストの紹介をいつもするために、はい、あの台本に名前を書いてくれてるんですよ。伊勢村の井がね、うん、違うんですよ。いやいや、井戸の井を書いてるんですけど、そうそうそう、うん、イタリアの井なんですよ。イタリアの井だよね。いや、はい、書いてて違うなと思ったけど、はい、うん、まさか伊勢村見てないしいいやと思った。番組4年一緒にやってますよ。ごめんなさい、5年一緒で、はい、下の名前知らんかった、うん、覚えてください、はい、後輩の名前を。すいません、いや絶対こう伊勢村の井は井戸の井じゃないのは分かってて、はい、うん、分かりながらね、そうです、これははっきり刻みました。まあまあいいですよ、分かってくれてタトゥーにします、僕伊勢村啓太。それはやめてください。やめますか。分かりました、それはお互い恥ずかしいんでやめましょう、分かりました。まあ名言ですよ、うん、まあ、あのずっとね絵画をモチーフにしたラジオドラマっていうのをやってるんで、うんうん、あの大物画家のうん、名言いきましょうかね。誰だろうね、あの物語とは、うん、パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディウス・クリスピン・クリスピアノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソです。誰だったの結局。ピカソです。ピカソ、はい、ピカソ長くない？ピカソ本名すごい長いんですよ。ちゃんとやっぱ正確な情報をお届けした方がいいかなと思って、うん、区役所のさ、そのなんか、もう欄に入らないねこれ。もうだって書くとこないですから、ね、大体ね、生命になってますから、うん、う最初の2個でパブロ・ディエゴで終わりですよ、うん、ね、はい、いやこれはちょっとそのピカソですけども、すごく深いこと言ってます、うん、いきますよ。人はあらゆるものや人に意味を見出そうとする、これは我々の時代にはびこる病気だ。あ、意味を求める病。はい、だから分からないものを分からないで置いておけない。
というのが現代人の病じゃないか、はいはいはい、ということですよね、うん、いやそれはあるな、僕ハンドスピナーを触った時に、はい、これ何の意味があるのって言ってしまったんです、はいはいはい、でも子供たちは、ね、無邪気に遊んだりしてて、はい、うん、でこれ意味なんてないんですよって言われたんですよ、うん、はい、ハンドスピナー渡された人から、はい、もうすでに僕はもう病に侵されてますよね、うん、もうそうですね、ね、だからなんか、うん、ね、分からないっていう言葉って、うん、分けられないっていう意味なんです、もともとの語源は。琴の葉の先生来ましたね、またなるほど、はい、うん、来ましたね、分けるの古語、分かる、はい、ね、はい、分からない、うん、ね、分けられないっていう意味なんですけど、うんうん、だから例えば、ね、心と体を分けて考えるとか、うん、いろんな分類をするっていうのは、まあ、科学の多分基本的な考え方なんですけど、うん、あの科学主義一本やりで、ちょっとリコちゃん退屈そうだからちょっと帰るわ。え？ちょっとリコちゃんがちょっと具合悪い。ね、ちょっと帰りたい、なんか時計見てたから今。違う違う、終電気にしてたから帰るわ。ごめんごめんごめん。すげえいい話してたんで、うん、また来るわマスター。うん。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、エンディングでございます。リコちゃんが出演する舞台があるということでね。はい、毎度すみません。私が悲しくないのはあなたが遠いからという作品ですね、うん、ままごとという劇団主催の芝幸男さんが作演出されます、東京芸術劇場のシアターイーストとシアターウエストという2つの劇場を同時に俳優が行き来するような舞台になっております。こちら10月7日から10月15日まで全10回公演ですかね、うん、2つの劇場で10回なんで、まあ20回ということでなっております。もう実験演劇な匂いしますけども、はい、まあ、なんていうんですか、結構、まあ、音楽っていうかね、そういう音で楽しむ感じもありますよね。そうですね、が多いですし、もう幸福度数がなんせ稽古場も高いですね、やっぱり。あ、そうなんですね。みんなニコニコしてますね。あ、そうですか。お客さんもきっとね、ニコニコで、わからないですけど、まだできるんじゃないかと、はい、はい、ぜひ。はい、そしてですね、まあヨーロッパの新作本公演出てこようとしているトロンプルイユ、こちらも絶賛チケット発売中でして、これ11都市ツアー回ります、まあ、詳細はヨーロッパのホームページ見ていただきたいんですけれども、名古屋キャンペーンがございます。10月11日、これ19時からですね、場所は名古屋市芸術創造センター大会議室、最寄りの駅はね、地下鉄東山線東栄町、こちら下車していただいて一番出口より北へ徒歩3分ということで、料金は予約1500円、当日1800円となっております。こちらぜひね、見に来ていただいて、トロンプルユ、ね、出てこいですというトロンプルユ、どんな劇なのかちょっとね、あの皆さん感じていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします、じゃあ宛先をリコちゃん。はい、この番組ではお便りいつでもお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com までお願いいたします。今ちょっと聞き取れなかったよという方は、ヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、ということで、はい、今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、来週もお楽しみに。さよなら。